皆さんこんにちは、ユミクロンチャンネルへようこそ。本日は小麦粉を仕入れたのでピザを作っていこうと思います。材料はこんな感じです。実は生地を作るの初めてなんですよね。なんでちょっと至らない点もあると思いますが、頑張っていこうと思います。まずボウルに仕入れた小麦粉である針を濃いという小麦粉を入れていきます。 250g ぐらいですかね。この小麦粉は北海道産で、結構香りが高くて粘り気があるのが特徴ですね。多分そんな感じです。そこにドライイーストを加えます。ドライイーストを加えることで生地が発酵してふわふわの食感になるんですね。そこに水を加えていきます。あとオリーブオイルもちょっと入れて、でそれでかき混ぜてから塩を入れます。動画では塩を先に入れてますが、本当はかき混ぜてから塩を入れた方がよろしいです。じゃあまずまとまるまでちょっと箸で混ぜていきましょうか。最初から手で混ぜちゃうとちょっと手についちゃうかもしれないんだね。軽くまとまったら手で混ぜていきます。水の量があっていうのが心配になるほど結構まとまりにくいんですが、まあ、やっていくうちにどんどんまとまっていくので大丈夫です。表面が滑らかになるまで混ぜていきましょう。まあ今こんな感じで滑らかではないんですが、もうこの状態でも結構な力がいるんですよね。もう粘り気がすごいです、この小麦粉。もうこの辺でいいかなって感じですね。ちょっと練りが足りない気がしますが、まあ許容範囲でしょう。よし、じゃあこれは常温で30分間寝かしておきます。楽しみですね。その間にオーブンを温めておきましょう。280度にしたかったんですが、このオーブン200度までしか上がらないんですよね。じゃあ予熱しといて、じゃあピザソースを作っていきます。フライパンにオリーブオイルをひいて、カットトマトですね、スーパーに売ってるトマト缶を煮詰めていきます。まあコンソメ一かけらと塩コショウで味を整えて水分を飛ばしていく感じですね。これで2000に近いピザソースが作れるので、ぜひお試しください。じゃあ別の容器に移しておきましょう。30分発酵させた生地がこちらになります。表面触ってみるととても柔らかいです。発酵した生地ってこんな風になるのかって感動してますね。じゃあピザっぽく成形していきますか。でよくある感じで投げて広げていきたかったんですが、遊んでんのかな？何やってんだろう、この人。食べ物で遊んではいけません。ご注意を。無理でした。なんで、アルミホイルを引いて、そこで手で広げていきます。で、失敗ポイントその1。生地は2つに分けましょう。1つでやると厚みがとても凄まじいことになって火が通りにくくなってしまいました。まあそんなことは知らずに1つの生地でなんとか頑張ってますね。そしたらピザの耳にチーズが入ってるあれあるじゃないですか。なんかピザハットとかでよくあるやつ、あれ作ってみたかったんでちょっとやってみました。ピザの耳を内側にくるめて、そこの中にチーズを入れていく感じですね。生地がくっつかないからちょっと不安ですが、まあ大丈夫でしょう。その上にピザソースを塗ります。先ほど別に取っておいたやつをまんべんなく塗っていきます。これが味の決め手になるので結構塗りましょう。切っておいた材料を乗せます。ソーセージにピーマン、アスパラガス、あとベーコンとモッツァレラチーズですね。この時点でもう嫌な予感しかしないですね。具材がパンパンすぎてちょっと渋滞を起こしてますね。でその上からとろけるチーズを乗せて OK と。横から見たらこんな感じ、めっちゃ分厚い、絶対無理でしょって感じがしますね。まあちょっと試してみますか。とりあえず200度のオーブンで10分間お試しでやっていきましょう。で10分後なんですが、まだまだですね。
やはり200度だとちょっと温度が低い気がします。なんでもう一回200度で次は5分間やってみましょう。5分経ったんですが、表面は結構いい感じですね。チーズが溶けて焼き目がついてます。あと2分ぐらいか。まああと3分ぐらいですかね。よし、できました。いや、いい感じに焼けてますよ。じゃあ取り出して切っていきましょう。めっちゃくちゃ熱いっす。取り出すときは気をつけてくださいね。いや、でもこの切る前の見た目かなり良くないですか。いい感じです。で、切り出して取り出そうと思ったんですが、めっちゃくちゃ熱いということで箸で取り出したんですが、上の具材が乗りすぎて重みで外れちゃいましたね。ああ、もう生地が分厚いし、ピザっていうかどっちかっていうとパンのチーズ乗せみたいな感じになっちゃってますね。どうなんですかね。まあ、とりあえず食べていきましょう。いただきます。微妙。味は美味しいんですけどね。ピザソースは最高ですね。上の具材もかなりいいです。ただ生地がクソですね。中が生焼けで外がバリバリのカリカリ。厚みがここまでなかったら結構いい感じにできたと思うんですが、この厚みは無理ですね。ピザの耳に仕込んだチーズも全部溶け出しちゃってます。これは失敗に近い、まあアウトかな。まあ食べれなくはないんで美味しく食べていきましょう。次は生地をちゃんと作っていこうと思います。いかがでしたでしょうか。ピザ作り、小麦粉を 250g ぐらいで2枚ぐらい作れるので、結構コスパはよくできると思います。ただオーブンで15分ぐらい焼く必要があるので結構時間かかっちゃうので、まあみんなで作ってパーティーみたいな感じにするといいんじゃないでしょうか。お子さんと一緒にやってみてもいいかもしれませんね。美味しそうだと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは。